一番しにくい科目は体育ですかね。それは間違いない。はい、まあ受験に使うのかって話なんであれですけど。はい、ツッコミ待ってます。はい。武田塾チャンネル。花粉症ですか。いや違うんですよ。さっき餃子食いすぎてニンニク臭くて中村先生に申し訳ないなと思ってマスクしてます。いやーね、また新しい1年がやってきますけれども。やってきますね。はい、結局外すんだ。はーっつって、はい、すみません。はい。はい、まあね、はい、ぜひね、悩んだことあれば相談してほしいということで。はい。はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。矢上先生、はい、今回の質問はですか？今回の質問はですね、受験に授業はいらないとおっしゃられていますが、その中でも、一番参考書でやる効率がいいと思う科目は何ですか？なるほど。質問です。実際矢上先生、まあ3教科やった中で英国社と、はい、どれが一番独学向きだとは思った？まあやっぱ僕世界史だったんですけど、やっぱ社会かなと。社会だよね。はい。思いますね。でもどうなんだろうね。確かに結論から言えば社会っていうのはあると思うんだけど、最初のハードルの高さは社会かって言われると、まあその全体像つかむとかなんか、その一通りやりきるとかっていうところですね。モチベーション維持が大変ではあるけどね。そういう意味で言うと英語独学でやってる人の方が意外と多いかもしれないっていうところはあるっちゃあるんだよね。あと英単語とかもとにかく覚えないと、もう一番最初覚えないともう始まらないじゃないですか。例えばまあその授業でやっていく人とか、まあいろんな人でもやっぱり単語まず覚えないと始まらないとかあるじゃないですか。はい。まあ比較的やっぱ文系科目はさ、独学がしやすいものが多いかなとは、はい、思うんだけど、はい。まあでもやっぱ文系なら社会、理系なら理科をやっぱ独学してる人は結構いるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。そうですね。はい。まあ、逆にその矢上先生が、はい、まあ、武田塾でもやってたけど、はい、独学っていうか自分でやるのメインで、はい、まあ、科目だけじゃなくてなんかこういうこと苦労したなみたいなのある？独学でやる中で。ああ、独学でやる中で、なんですかね、なんか、まあ、独学の方が分かりにくいってイメージあると思うんですけど、でもなんていうか、その学校の授業とか予備校のテキストとかの方が結構その解説って、まあ、要は授業で説明するから省略されたりするじゃないですか。参考書とそっち比べると、テキスト比べるとやっぱテキストの方が、まあテキストじゃない参考書の方が、まあ、分かんないとかあって、あの誰かに聞きたい時ありますけど、でもこっちはやっぱ少ないなと思うし、なんですかね、ちょっとすぐ出てこないですね。まあやっぱでも計画性とかそっち系かな。あ、そうかそうか、参考書多すぎて選べないとか、ペースが分かんないとか、なるほどね、どう使えばいいか分かんないとか、そこなのかなっていう。確かに。そのね、やり始めるまでがね、授業は勝手に向こうが始めてくれるからさ、そういう意味では楽かもしれないけど。なるほどなるほどなるほど、確かに、そこからっていう感じですかね。だからそういう意味で言うと、何したらいいのか分かりやすいって意味だと暗記系はそれ楽だよね、絶対。だって覚えるだけなんだから。確かに。まあ理系科目とか一回そのやっぱり身につけた後に問題演習をやっぱ繰り返さないといけないとかっていうところはあるかもしれないですね。ただそういう意味で言うとスタートのハードルが高いって意味だと、やっぱその数学とか理科とかはね、いきなりすぐ独学っていうのはちょっと難しいかもとか、逆に英語とかは最初は簡単だけど長文とか入るとちょっと解説分かんないときついかもとかはあったりするかなとか。まあ物によってって感じかな。科目トータルで言ったら社会が一番楽だとは思うんだけど、はい、社会もやっぱ最初のハードルは割と高いかなって気がするからね。暗記すりゃいいじゃんって思いがちだけど、なんか教科書どのタイミングで読めばいいかとか結構難しかったりするから。そうなんだね、確かにそこは結構重要。だからね、効率がいい科目っていうよりは効率がいい、その覚える分野があるみたいな感じかなっていう、そういう意味で暗記がやっぱりね一番参考書でやりやすいと思います。はい、はい、そうですね。はい、はい、わかりました。今回は以上です。はい。大学対策動画で扱っている大学のカリキュラム、実は森の武田塾でもらえます。全国の武田塾で配布イベントをやっておりますので、よかったら森の武田塾にご相談ください。よろしくお願いします。